育休 .com の弘中です。今回のテーマは非勤労期間の前倒しです。育休取得のマインドチェンジの一環として非勤労期間の前倒しという考え方があります。育休という言葉には休むという文字が入っているため職場に迷惑をかけるなど後ろめたさを感じ育休取得を諦めた人も多いようです。現在は人生100年時代、勤労60年時代です。書籍のライフシフトでも紹介されている通り、昭和は教育、仕事、引退の3ステージでしたが、今後はマルチステージ化します。昭和時代は60歳以降の引退時にまとめて非勤労期間を取得するスタイルがメインでしたが、今後は非勤労期間を分散、前倒しするスタイルも出てくると思われます。週休3日制や時短勤務の広がりはその時代の流れの一環と言えます。育休期間は今まで引退時にまとめて取っていた非勤労期間を分散、前倒ししているというマインドチェンジになると後ろめたさはなくなるかもしれません。育休 .com では改正育休法に対応するために研修の実施、相談窓口などのサポートをしております。独自の育休メソッドの導入により会社を子育てカンパニーにしていきましょう。お気軽に概要欄からお問い合わせください。